気になるお話はね、ソフィー気になるお話、これこれ好き、これ知ってる、知らない。ソフィーが気になるお話、気になるお話。なんかこの人裸みたい、裸の男みたい、裸の男。今からずっと昔のこと、あるところに、ね、は？なんでもない、あるところにアッソという名前のお役人がいましたアッソでもそう書いてあるんだもん、アッソ、安倍さんのアという字、アッソ、アッソさん、アゾという名前のお宅の役人がいました。体は小さいですが、なかなか着物を座った男で、どんな時でも慌てないと評判でした。ある日の夕暮れ、アソはお供の者と牛車で家に帰る途中に、急に車の中で着物を脱ぎ始めました。Well, come on, どんどん脱いで、裸になると冠と足袋だけになりました。それから脱いだものは畳んで敷物の下に置き、その上にきちんと正座をしました。私の勘に狂いがなければもう来る頃だぞ。するとどこからか盗っ人たちがぞろぞろと現れ、牛車を取り囲んだのです。お供の牛飼いわらわと下男は恐ろしくなって逃げていきました。 What the heck are you talking about? 盗っ人が車のすだれを引き上げました。やいやい、痛い目に遭いたくなければな、なんだお前、なんで裸なんだ。アソはすっぱだかのまま盗っ人にうやうやしくお辞儀をしました。そして、先ほどあなたたちのようなお方々に財布はもちろん、着ていたものもすべて持っていかれたところでございますと丁寧に言いました。あーはははなんて間抜けなやつなんだ。お前なんかに構っている暇はない。野郎ども、行くぞ。盗っ人たちは大笑い。すぐに行ってしまいました。アソはまた着物を着ると、逃げていった牛飼いわらわと下男を呼び戻しました。安心しろ。盗っ人たちは行ってしまったよ。ああ旦那様、よくご無事で、しかも何も取られなかったなんて、さすがです。牛飼いわらわと下男は感心しました。おかげで阿蘇はますます着物を座った男と噂されたということです。